こんばんは、お疲れ様です。ご覧の通りね、何日前だったか、ハリガネムシをオサムシに食わせようとしてね、まあ放置したわけですけども、干からびて、まあ、干からびているだけだろうなと思っていたらね、まさか生存していました。水入れの中にね、自力で入ったというか、多分運よく入っただけだと思うんですけども、なんかこう自由に動けるとは思えないね、なんかこうたまたま入った偶然入っただけだと思うんですけど、何日だったかな、何日ぐらい、まあ水中にいる限りは結構長生きするみたいですね。どうやらまあこの通り元気してました。オサムシはね結局食わなかったみたいだな。というわけでこのねハリガネムシ野郎、寄生虫野郎どうしてやろうかと思ったらね、とある方、これ名前言っていいかな、まあ、チャンネルおみずさんのコメントにね、まあ、ミルワームの大群群れの中にこれ突っ込んだらどうだみたいなコメントをいただいてたんで、なるほどとミルワームかということでね、ミルワームの、まあ、群れの中にぶっ込んでいきたいと思います。はい、まあなんでしょう、うちにはそんなに大量の大群というほどのね、ミルワームはいませんでした。はい。まあここでね、ちゃんとした YouTuber だったら、こう、買ってくるなりなんなりしてね、ちゃんとミルワームごっそり準備するんでしょうが、まあそこまでしません。はい。ちゃんとした YouTuber とはちょっと言えない私なんで。はい。はい、じゃあ投入していきまーす。投入したところでね、そんな。すぐに変化が現れるほど甘くないというか、なんか食らいついてる感じになってる。ただ単に絡みついちゃってるだけなのか、ハリガネムシにねついた水分に反応して、まあ、ちょっとミルワーム乾燥した状況で飼ってるんで、まあ普通そうだと思うんですけど、水分に反応してるのか絡んない、こびついたみたいになってる。一応食らいついてるやつもいるっぽいね。あ、食らいついてるね。まあ私が今どの答えを見てるか伝わらないと思うけど、食らいついてますよ、一応。1時間ぐらい経ったけどね、かじってはいるけど、なんだろう、歯が立たないんですかね、硬すぎて、ハリガネムシの皮膚がね、硬いというか、なんていうか、弾力性がすごいというか、まあ、ゴム、硬いゴムみたいな感じなんで、歯
歯が立たないんですかね。全然食い進んでる感じじゃないんですよね。なんか撮影するだけ無駄みたいな感じなんで、ちょっと撮影一旦これでやめますけども。すげえな。一箇所も食い破られてないですね。うん、今確認したけど。まさかミルワームの歯も立たないとは。恐るべしですね。はい。まあ、とりあえずこのまま放置しますけども、多分、後日カチカチの、なんつうの、針金虫の残骸が残ってるだけみたいですね。多分ね、そうなると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それではまた。